んにちばんは、ただのレイでございます。今回は初めてキャプチャーボードを使ってこういった据え置きのゲーム実況をやっていきたいと思います。そして本日は1月25日、バイオハザード RE2 とキングダムハーツ3の発売日です。おめでとうございます。で、私どっちやろうかなって思ったんですけど、今回はこちらのバイオハザード RE2 の方をやっていこうと思います。でね、バイオハザード2のこれリメイクバージョンっていうことで、あ、これ一回ちょっと試し撮りしたんですけど、あんまりうまくいかなかったんで撮り直しました。まあぶっちゃけ全然進めてないんで大丈夫です。で、オプションなんですけども、まあ適当に初期のからお願いして、英語ではなく最初は日本語でストーリーをよりよく知りたいと思います。英語できないんでごめんなさい。で、今これ直撮りで撮ってるんですけど、ノイズがちょっと気になるよっていう人がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えてください。別撮りっていう方法もあるので、それでまた別で試します。特になければね、この方が楽なんで、これで続けて撮ります。で、まあ、なんでこれを撮ろうか、バイオハザード2を撮るのかっていうことなんですけども、まあ、バイオハザードがせっかくリメイクするっていうことで、バイオハザード自体は私ちっちゃい頃から親がやってるのを陰でこっそり見てるくらい、まあ昔から知ってて、で実際そのバイオハザード2をやった後に、まあ RE2 が、まあ、大きくなってから2やったんですけど出るっていうことで、あ、やってみよう、そして私は怖いのからまあ克服するんだっていうことで、はい、やってきます。いうこと全部言ったかな。うん、大丈夫です。じゃあまずレオンのストーリーからやっていきたいと思います。レオン・ S ・ケネディ、ラクーンシティからの連絡が途絶えて数日、レオン・ S ・ケネディは配属先の死刑へと車を走らせていた。行く手に待ち受けるのが悪夢だとも知らずにやっていこうと思います。でね、ムービー中は黙ります。で、私は非常に下手くそなので、アクションが苦手な人向けのモードアシッテッドでやりたいと思います。すいません、ご了承ください。あ、手が滑ったったー手が滑っちゃったー、なんか変なボタン押しちゃったー。大丈夫かな。まあ大丈夫でしょう。じゃあね、ムービー中は皆さんにもお楽しみいただきたいので黙ります。この目で見たんだ。ええー、信じますよ、もちろん。もっと詳しく話していただけますか。先週の金曜の夜、パブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。ふらついてるから酔ってると思った。自分こそ酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ、その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。まるで死人さ、歩く死人みたいで。神さんみたいで。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯をむき出しにして。なんだよ、いいとこだったのに。なのでご了承ください。
誰もいないのか。気味が悪いな。というわけでここから動かせるみたいです。ここはなんかチュートリアルみたいな感じで教えてくれるみたいですね。ここでカメラの操作で、すいません、ちょっとムービー中に言い忘れ、とっさに言い忘れてて言っちゃったんですけど、これ Z モードっていうなんかちょっと怖い感じの、普通のゲームよりもさらにちょっと一歩怖いモードですので、苦手な方はすいません、あの閲覧ご注意ください。以上です。で、左スティックで動く、押すと走る。で、これがクイックターン、クイックターン。で、周りはこんな感じと。じゃあ、ちょっと音のあった方に入っていきたいと思います。これは？あ、押さなくて、ボタン押さなくても勝手に入ってくれるんだ。かっこいいなぁ。誰か、いないのか？映画見てるみたい。何なんだ。天体を探ってくださいというわけで見ていきます。すごい散乱してるね。なんか音聞こえるね。誰だろう。探索してから向かいたいとこなんだけど。あ、なんかおじさんがいる。あ、おじさんどうしたの、どうしたの。何、やられちゃった。おじさん、ん、動かないで。左、すぐに戻る。あっち、あっち、あっちに何かいるの。おじさん、でも手当て先にやった方がいいんじゃないかな。でもね、手当てできるもんないから、あ、ダメか、進むしかないか。じゃあちょっと進んでみます。おじさん大丈夫？ちょっとすごい心配だよ私。ふわっ、なに、怖い怖い。お邪魔します。ちょっと捨てろ。どうかしましたか。大丈夫だ、下がってろ、下がってろ。うわっ、うわっ、おい、やだ、離れるんだ。うわー、やめて。何なんだ。止まれ、撃つぞ。撃つのも大丈夫。 R2 に、L2 に、 R2 お、ヘッドショット。やめて、びっくりした。もうおじさん、僕を守ってくれてありがとう。君の死は無駄にしないよ。あ、なんかありますね。これはただの鍵。え、使い込まれた鍵。何の鍵だよ。あ、取れた。これなんか丸も一回押さないと取れないみたいですね。何これ。ん、調べる。三角ボタンでメニュー画面だそうです。倉庫の鍵、ガソリンスタンドの倉庫用の鍵。これ今思ったんですけど、左下はこれだね、あの HP パラメーターっていうのかな。まだ元気いっぱい。そして三角をしてるメニュー画面中は止まる。ありがたい、非常にありがたい。けどレオンくん、よく携帯じゃなくって拳銃持ってたね。うわー、ちょっと動いてる。待って、逃げよう。ほんとだよ、ありえないよ。さっさと使っちゃおう。何、鍵などのキーアイテムはギミックを調べたときにアイテムコマンドから使うことができます。あ、わかった、さっさと使おうね。使っちゃおうね。行こう。うわー、ちょっと今のうちに行っちゃおう。こうね、足狙うとね、転倒するか。あ、あれクリアじゃね、クリアじゃね。あ、クリアだ。しゃがめ。あれだ、バイオ2にもあった、こんな映像。でもこれずっとオープニングムービーだった気がする。今回は自分で動かすんだ。なんとか、ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ。Thank you.
もうちょっとでかい車じゃなかったっけ。何が起きてるの。わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官。ねえ、レオン・ケネディ。君は S はクレア。クレア・レッドフィールド。この町の人。いいえ、兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。ああそうだな。嘘だ。無理。レオン、早くバックして。ああ、ここのシーン通りもあった。
警察署だ。あ、警察署早くない？あれ？なんか原作だと、原作だとなんかなんだっけ、アップダウンとかダウンタウンとか巡って巡りに巡ってつかなかったっけ、警察署。違ったっけ？あ、やめて、 おっさんに食べられたくない私。こっち行ける？あ、いける。あ、バイ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 。うわぁ、目を早く閉めて。はい、鍵閉めて。あー、怖かった。あー、やっぱり怖いわ。一応6発だけ入ってんだね。へへんだ、入ってこれねえだろお前たち。へえ、来れるもんなら来てみろよ。へっ、で、探索してこっか。こっちはいけないみたいだね。あっちはなんかグリーンハーブとかさ、そこら辺に転がってないのかな。今回も確かハーブ仕様ですよね、組み合わせたりとかね、救急風鈴とか。こっちも入れないか。じゃあもうこれは警察署に直接入るしかないですね。じゃあ入っていきましょう。お邪魔します。すごい、めっちゃ綺麗。あー、すごい。わ、ほんとになんか2そのものだ。2そのものって言い方変だけど、いやこれ2なんですけど、すごいなんか原作をめちゃめちゃ綺麗にしてみましたって感じだね。誰かいないのか。誰かいませんか。ん、これ何、これ何、救急スプレーだ。あ、間違えた。これなんか取るのにもう一回丸押さなきゃいけないからね、たまに間違えちゃう。あー、綺麗綺麗。これは、あ、やった。うわ、ハンドガンの弾めっちゃ綺麗。取ります取ります。よし、12発が一応マックスで入るんだな。あ、これタイプライターじゃね、セーブできるんじゃね。あ、セーブできる。じゃあしっかりとセーブをして、よし、できた。これで大丈夫でしょう。あ、すごい。これ、お、あれ、パソコン？パソコンだ。これ何？パスワード入れんのかな？なんか開かない場所開けるのになんかなかったっけ？あ、違う、監視カメラ。誰かいるはずだ。まずい。ユニット、ナビ、見てるか？脱出路がわかった。ここに。ナイス、さすが。あ！応援を頼む。東の廊下だ。東の廊下。彼を見つけないと。そうね、助けに行かなきゃ。っていうことで、マップ？マップはこれ何？こうすんの？あ、ここ押すのか。マップの活用。マップ画面には地形や現在位置だけではなく、発見したギミックやアイテムの位置なども表示されます。わかりやすいね、ありがたい。赤が今捜索中ってことは自分がいる場所、青はアイテムがなしで、黄色はこれから行かなきゃいけない場所かな。じゃあどういうことだ。お、アイテムボックスがある。何も入ってないの。嘘でしょ。私これクリアできるかな。バイオハザード2の原作よりもゾンビの歩くスピード速いからさ、無理かもしんない。ここから行くってことだよね。キープアウトって書いてあるけど、ん、これはどう。お、開いた開いた。あら、何、入れないの。あ、入れるんだ。うわ、入りたくねー。キープアウトって書いてる時点でやばいでしょ。私がまた操作すると。じゃあそろそろ時間がいいところなので、ここの危ないところの先の探索は次回やっていきたいと思います。こんなグダグダで下手くそな実況ですが、最後までご覧くださりありがとうございました。次回もバイオハザード2のお時間でお会いしましょう。またねー。